まず1回の裏、ホークスはライオンズの先発平井を攻めます。三森がヒットの後2番に今日入りました柳田、左中間フェンス直撃のタイムリーツーベース、ホークスが1点を先制します。よく走りました。そうですね、はい、中村ヒットで1塁3塁となって4番の栗原レフトへの犠牲フライ、ランナーが帰ってきてホークス初回に2点先制します。三塁ランナー残さなかったらよかったです ね。一方のホークス先発東浜です。初回は三者凡退、2回です、ツーアウトランナーなしから山川にライトフェンス直撃のツーベースヒットを打たれました。入らなくてよかったですね。そうですね、はい、しかし次をショートゴロ0点に抑えます。次粘りです。さあ3回のホークスの攻撃です。ワンアウトランナーなしからちょっと平井は立ち直りかけたんですよね。そうなんですよね。しかしここサードスパンデンバーグのエラーです。出塁します。このエラーはね、非常に大きくなりましたね、はい、その後明石宇宙海のツーベースでワンアウト二塁三塁、海の三振に倒れたんです。ちょっと流れが止まるかなというところだったんですが、打席の谷川らライトへの2点タイムリーツーベース、ホークスが4点目、なおも二塁で増田レフトへ9号のツーランホームラン、ホークス6点目が入ります。はい、ね、そして4回の東山のピッチング、ワンアウト一塁二塁からウーネンティンショートゴロ、セカンドフォースアウト、一塁はセーフ、これで一塁三塁になります。その後山川はライトフライ、不良は頭助かりましたね、よく粘りましたよ、はい、レーティングを抑えます。4回のホークスの攻撃、ツーアウトランナーなしから栗原打った瞬間それとばっかり一発、よく粘ってね、ファウルしてたんですよね、はい、10号ソロホームラン、ホークス7点目です。そして5回には2番手田村がマウンドに上がります。今回先頭の回、スタメンメンバーで唯一ヒットがなかった回がホームランで締めた、素晴らしい、左中間の8号ソロホームラン、遠慮役者です。そうですね、北九州の日本人を発揮です。8号目、そして松田が右中間のスリーベースヒット、まだ余裕ありましたね、ありましたね、はい、続く今宮がタイムリー、こういうね、サードに置いたランナーを、ね、残さなかったのが今日は良かったですね、はい、そうですね、9点目が入ります。さあ東山7回のピッチング、ワンアウト一塁三塁というピンチ、ここで途中出場の山田センター前にタイムリー、ライオンズが1点返しました。そして一塁ランナー相手は三塁になりましたが、ここは佐藤からの好返球、素晴らしい、東山は悔しかったでしょうね、はい、高木はフォアボールの後スパンジェンバーグ空振り三振、最少失点でしのぎました、はい、そして8回ホークスは2番手田中正義がマウンドに上がります。今シーズン2試合目の登板ということになりましたが、まずはブランドショートライナー、そして代打金子センターフライ、その後ツーアウト一塁二塁となって告げレフトフライに打ち取りまして0点に抑えました。そして9回の表3番手田浦がマウンドへ上がります。ライトを得意のチェンジアップで空振り三振、山田にはフォアボールを許しましたが代打岡田空振り三振、そしてツーアウトとなって熊代をサードゴロ、これで次アウトゲームセットになりました。9対1でホークス6月最後の戦いを完勝で締めくくっています。